土曜日に LINE キューブ渋谷にてあのライブをねそ有観客ライブを行わせていただくんですけどそのファンクラブ選考がこの間まであったんですけどまず申し込んでくださった皆さんありがとうございましたそしてねあのまあ今日登落発表が、まあ、あるということでそう思うんですでに「あのもう当たった」って書いてる人もいたりあのこう申し込んだっていうか。 そうあのちゃんとねそうコンビニとか行きましたみたいなそうあのコメントとかもあっていやめちゃくちゃ嬉しいなと思いながら見てました皆さん本当たくさんありがとうございますそしてねあのこれをねまだ始まったばっかなんですけどコメントだったりスペシャルギフトもたくさん皆さんありがとうございますあ当たりましたとか来てますねいやー嬉しいですねあインスタにあげてるベイファッションめちゃくちゃいいやったー <laughs> そうですねそう 結構ねそう前からやってたんですけどそうまたね再びはいベーファッションがはい盛んになってきました <laughs> なのでねチェックしてみてくださいインスタもはいよろしくお願いしますということで本日も30分間22時半まで皆さんよろしくお願いしますでは本日最初の1曲に行きたいと思いますまず最初はこちらの曲です聴いてください東京女子流で大切な言葉 東京自主流で大切な言葉をお届けしましたではまず最初はこちらてんもうすぐハロウィンということで私に似合いそうなハロウィンの仮装をテーマに皆さんにメールを募集しましたイエーイということで。 早速まずはね皆さんから届いたメールをご紹介したいなと思うんですけどいやなんかすごいたくさんあのいろいろ来てておーと思いましたはいじゃあ最初まず行きたいと思います最初は OTK38 さんから頂きましたはいじゃあハロウィンの仮装そこでまず山部さんがジョイドクター Y として仮装して乱入したら面白いなとニヤニヤしていますとのことです <laughs> なるほどね でも確かにあとはハロウィンコスならア井さんとダブルネズコかミュータロが見たいですそのことですありがとうございますまでも確かにでもハロウィーンハロウィーンじゃなくてもなんかこのなん,なんていうのなんか医者医者系はできそうじゃないですかはいなのでまあちょっとあれですけどミュータロウかハムハムタロみたいになるってことですもんねあのハムスターか。 いやーなかなか確かにそれはなかなかハロウィンとかじゃないとできなさそうですよねあでも確かに私あの医者になりたかったのであそれは面白いですねいやでもちょっとあの大門チ子さんに結構あのめっちゃ好きなので大門チ子なのであ,あの結構弟子入りしちゃうかもね <laughs> ジョイドクター Y だったらねあのちょっとカジ先生の方はちょっとあんまなんか情けないので <laughs> やっぱり美智子の方に行きますかねはいということで <laughs> では続いていきたいと思います続いてはなにまるさんから頂きましたベイさんヤッホーヤッホーですハロウィン仮装ベイさんはスレンダーで長い髪が素敵だからワンダーウーマンとかはどう何より強いところがベイさんにぴったり <laughs> はいとのことですありがとうございます強いところか <laughs> いやーあの確かにあのさっきちょっとあのググってみたんですよそうググってみたんですけどあなんか結構ねあの似合う人と似合わない人が結構分かれそうな仮装だなと思って多分私はいけるなと思ったので <laughs> そうなのであちょっともうやこういうワンダーウーマンとかこそハロウィンにしかできない。 感じなのでぜひや,やってみたいなと思ったしおなんか結構これなんかめっちゃ最初いいこと書いてあるのでななんか褒められてる気分でめっちゃ嬉しいですね。<laughs> そうなかなかねそう結構そう相当あ,のあれですねあのスタイルに自信ないと多分できない系なのでそう私ははい行きます。<laughs> ちょっっとやってみたいですねそう私は行きますねね私はきま そうなのでちょっとやってみたいですはいじゃあでは続いてラジオネームに行きたいと思います続いてはラジオネームしーさんですはいえーと仮装はベイさんなら何でも似合っちゃいそうな気がしますがパッと浮かんだのはゾンビナースですかねあでもドラクラとか男装も見てみたいかもとのことですおーありがとうございますあちょっとゾンビナースはちょっとあー却下で <laughs> <laughs> そうですねちょっとあのなんか最近結構あんまゾンビ系とかってあんま昔はなんかハロウィンとかでやってる人いたんですけど最近はあんまゾンビ系まあ定番っちゃ定番だけどなんかあんまトレンドではなくてゾンビ系がそうなのであとちょっとナースナースっていうのがちょっとねちょっとあれなのでいやちょっとダンスドラクラドラクラにしましょうはい <laughs> ブレクラの方がいいですねやるなら <laughs> そうゾンビあんまもうトレンドじゃなくなってきてるなんか定番みたいなそうなので最近結構なんかまあ樹脂流としてなんかねそうやったりとかありますけどなんか自分の意思でこう選んだりする時はゾンビとかは選ばないですねそうなんですはいとのことですとのことですっていうかねはいですはいじゃあ続いていきたいと思います 続いてはんさんから頂きましたとみゆちゃんこんばんはこんばんはさて今回のメールテーマやってほしいハロウィンの仮装ですが今年ならではということで鬼滅の刃の刃でお願いしますちょうど映画も公開されることですしで、ベタすぎですかね前に荒井とみさんがやってましたがみゆちゃんがやったらどんな感じになるのかも見てみたいですとのことですなるほど <laughs> <laughs> 確かに何か結構今年のハロウィンってなんだろうみたいなそうグってたら結構やっぱ「鬼滅」がすっごい出てきたのでやっぱ「鬼滅」はね今年のハロウィンのトレンドなんですねうんでもちょうどね映画もやるし今深夜にもやってるんですよそうあの深夜12時35分からそうやっててそうあのアニメちゃんとフルでそうあの3回見てるのにそう深夜も起きてそう起きてて深夜の。 そ,うそれももうアニメでやってやつがずっと放送されてるんですよそ,うそれも見てるっていうね <laughs> もうめっちゃファンしてますね <laughs> いやでもなんかやっぱり地上波で好きなものが見れるってめちゃくちゃ嬉しいしあの土曜日にそうあの金曜まで明日だよそう明日まで夜中やってるんですよそうでも1話しかやらなくてすぐ終わっちゃうんですよ ほんと25分ぐらいで終わっちゃうんですけどあの土曜日に1時ぐらいからほんとなんか5時間6時間ぐらいやるんですよそう鬼滅がやった後にあの雲のそう9時からやるのでめちゃくちゃ最高なので見てくださいあの私お仕事で見れないので私の代わりにみんな見てみてください <laughs> はいちょっとちょっと語っちゃいましたねやっぱ鬼滅になるとえー、映画のチケット買ったいいなあ私も見に行きたいそう あのお父さんが漫画で読んでてそうもうあの最後まで見たんですよお父さんは。そうあの最後の結末そう言ってて「いや産んだわけないじゃん」みたいな思ってそうググったら本当その通りの結末で「おっマジか」ってそう結末を言われて先にそうなかなかショックでしたねそう絶対嘘だよとか思ってたら <laughs> そうそういう結末で。 そうなのでみんなには言わなないですよなでみんなはちゃんと見てみてくださいね先に聞いちゃったっていうかもうあの言われた感じですちょっとはいちょと言わないでほしいですねはい <laughs> では続いてミスさんからいただきました今回のテーマ「ハロウィン」の仮装について4年くらい前にやっていた横浜のファンクラブイベントでベイちゃんが仮装していたポリスがまた見てみたいです 仮想コンテストでも優勝するほどかっこよくて抜群に似合っていました。あとはメイドとかも可愛くて見てみたいです。とのことです。ありがとうございます。いや、あー、ちょっとメイドは、はい、却下で。<laughs> いや、ポリスは、そう、あの、絶対、その時もあもみんなの前で言ったんですけど、絶対なんかこう、瞳が優勝するかなと思ったんですよ。結構可愛い系の そう感じでなんかポリスとか結構かっこいい感じだからなんかみんなそんななんかあのー、ちょっと好きじゃないかなとか思って絶対もう瞳じゃんみたいな絶対みんな瞳選ぶじゃんと思ったらそうまさかの優勝していやめっちゃ嬉しかったですねなんでうんちょっといつかやりたいですねまたやメイドはほんと却下ですはいごめんなさい <laughs> いやなんかあのー、去年とかさライブでや,やったじゃないですか そう自分の意思で絶対メイドはちょっと着ることはないなと思っててそうあの衣装でそう来るたんびに「大間近ってそう思いながら着てます <laughs> そうえメイドと思いながらそう着てるのはここだけの話ですはい <laughs> ちょっと得意じゃないですねはいそういう系は。 はいなのでちょっと私以外のメンバーでちょっと期待してはい見てください <laughs> じゃあ続いていきたいと思います続いてはラジオネームおーえっと若部さんからいただきましたみゆちゃんこんばんはいつもラジオ楽しく聴かせてもらっていますありがとうございます今回のテーマは「ハロウィンの仮装」ということですが私は「101匹ワンちゃん」に出てくるクルエラというキャラクターの仮装が見てみたいです クルエラはいつもあの毛布のコートを着ている気の強い女性で物語の中のいわゆる悪役なのですがスタイルがよくおしゃれでディズニービュランズとしても人気のあるキャラクターですみゆちゃんはスタイルがよくてアニマル柄がすごく似合うなと以前から思っていたしハロウィンならではの強めの肌手なメイクも見てみたいですとのことですありがとうございますえ私あのやってみたいかだっ やっってみたかったかんですよそう <laughs> ちょっと「だ」って言っちゃったそうえ本当にこれはやってみたくてだから結構あのなんか分かりますかそう多分私は多分あいけるなってそう前から思っててだからやってみたかったんですよ。そそううでもなななんかなかなかやっぱそう やる機会っていうか結構樹脂流ってなんかみんなで合わせたハロウィンの衣装とかが結構多かったりするのでなななんか1人ずつ選ぶととっったたら絶対ててるなと思ってましたねそうなのでクレイラはそうやってみたいんですよそういやー着たい着たいやってみたい仮装ちょっとねいつかいつか機会があったらそうやってみたいと思います <laughs> はいじゃあ続いてのメールに行きたいと思います。続いては、たたん。はいえっ、ー、と若竹さんからいただきました。ミューちゃんにやってほしい仮装は東京グールのトーカです。ミューちゃんは絶対にクールで強そうな雰囲気のキャラが似合うと思います。そんなような感じのキャラなら正直何でもオッケーです。<laughs> 雑談はいとだいぶ前にやった「ハードボイルドナイト」の女マフィア姿はめちゃくちゃかっこよかったと今でも思っていますありがとうございますあ,あ東京グールえー、あ映画版の方のトーカをやってほしいんですねえー、でもそう東京グールもあの一時見てたのでそうえー、東京グールいいですねねなんかそう最近ちょっと映画見てたんですよ あのー、動画サイトで <laughs> そう Hulu でそう見てたのでちょっと親近感が <laughs> じゃあちょっと待ってくださいね。<laughs> はい。<laughs> じゃあねということで読みきれなかったんですけどやばいなんかなんか詰まりましたね喉に。<laughs> ふはい <laughs> ということでこのたくさんの。 メッセージを皆さんありがとうございましたではここで1曲東京女子流の曲をかけたいと思うんですけどここはリクエスト曲ですそれではまずじゃんんゆきこさからのリクエストですいやちょっとこれは久しぶりにラジオでかけるかなそうこの間の t ィ f でもねちょっとやった1曲ですはいじゃあそれでは早速皆さんに聴いていただきたいと思います東京女子流でリフレクション が「作戦会必要を見てあげ恋は十個中」 で止まりまりしたねネットかなはいあ失礼しましたネットですねはいということでちょっと続きを <noise> はいということではいえっと東京自子でリフレクション聞いていただきましたちょっとネットが止まりましたねはいちょっとでもいいところであと1文字でしたはいちょっと失礼いたしましたはいじゃあということで 東京自習山部みゆのドリーミングブルーム。続いては、ベいちゃんのいい曲。イエーイ。はい、このコーナーは、私が好きな曲を皆さんにご紹介するコーナーです。今回、皆さんにご紹介するのは、デデンニューヒストさんのラブミーです。はい、この曲は、あの、もう多分サビが一回聴いたら、こう忘れられないような感じで。 あのなんかちょっとついついずっと口ずさみたくなっちゃうような,なんかアップテンめちゃくちゃアップテンポっていう感じの曲ではないんですけどでもなんかついつい口ずさみたくなっちゃうようなかキャッチーなそう感じで,でしかもなんかちょっとハッピーな気持ちになれるんですよそうなのであのちょっとたくさんの方に聴いていただきたいなと思ってそうこの曲私がハマってたのも。 結構1年くらい前かなにそうハマってたんですけどこうシャッフルで聴いててそう久しぶりにそうあの流れてきた時にやっぱめっちゃいい曲だなと思ってこれはちょっと皆さんにも紹介したいと思ってはい今回ご紹介しました後ほどねあのツイッターの方にもあの曲名とアーティストさんの名前もねあのグループ名も書きますのでぜひ是非ツイッターの方のチェックもよろしくお願いします ということで以上ベイちゃんの一曲でした。本日ラストはこちらのコーナー、トゥデンサイコパス診断、イエーイ。あ、Spotify で今聞いてるって方もいますね、ありがとうございます。はい、じゃあ今からサイコパス診断に行きたいと思うんですけど、これはねぜひじゃあのコメントで皆さん書いていただいて。 正解者正解者 <laughs> というかああのサイコパスな回答だねーっていうのがちょっと出てきたらそこではい答え合わせをしたいと思いますではまず最初はこちらですどこに隠れるか家に強盗がやってきたあなたは武器を持っておらず隠れることしかできないあなたは家のどこに身を隠すじゃあぜひぜひコメントでね皆さん書いてくださーい。 さあ家に強盗がやってきたあなたは武器を持っておらず隠れることしかできない家のどこに身を隠すあこたつの中とか今来てますねはいあ天井にいやちょっと無理な回答もありますねえっ、ー、とね床下天井に貼り付く湯の裏流し台の下玄関エアコンと天井のいや絶対無理無理。 えー、今のところまだいないですねえー、っとい <laughs> えめっちゃ怖い書いておきましたね「みゆうの後ろが一番怖いですね」そう <laughs> いやでも私多分もう戦い戦っちゃいますね多分そうあのなんかそうみんなでその寮生活みたいな そうあの住んでた時に玄関からポポッと落とした時にみんな「あー」ってめっちゃ怖がってたんですけど私だけなんか掃除機みたいな棒なんか掃除機じゃないんですけどなんか棒の武器持ってそう玄関に見に行くっていうねそう <laughs> 結構あの戦いに行っちゃうタイプですね私はなので多分持ってなくてもた多分戦いに行っちゃうと思います <laughs> いやーちょっといや答えいないですね じゃあこれを見てコメントしてくれてる人はちょっとサイコパスな人はいないということでじゃあこちらはですねサイコパスの回答はですね迷わずドアの裏と答えるそうですそうドアの裏なんですあの自分が有利になれる場所に行くらしいですやっぱすぐ逃げれるし後ろに回れるからじゃないですかねそうなのでドアの裏に サイコパスなのでねそうまあこれを見てね皆さんはあの違いましたねはい正常なそう感じですねすぐ逃げれるしねそうでは続いていきたいと思います続いてはこちらですタタベッドに寝かせる理由あなたは家主を殺した後遺体をベッドに寝かせた。 なぜ死体をベッドに寝かせるのかその理由を答えようとのことですいやもうこれは何かちょっとあれですねえー、そうそうなんだみたいな感じですねそうあの <laughs> いやーみんなちょっとみんなわざとはそっち系にの寄せてってますね でも,でもいないですね眠そうだったからも違いますしかわいそうだからも違いますし収まりがいいからも違いますあもう一回質問お願いしますえっ、ー、とあなたは家主を殺した後遺体をベッドに寝かせたなぜ死体をベッドに寝かせるのかその理由を答えようとのことです発見を遅らせるためも違いますねいやもうもはや家のどこにいたら もうベッドに堂々と置いてたらもう発見も何もなさそうですけどねすぐ見つかりそうそう寝てると勘違いさせるも違いますねいやーこれいないですでもこれちょっと難しいかもあそういやマジかーってちょっと思ったんですけど正解はですねサイコパスな人は寝る時はベッドがいいかららしいですあのー、生きてる人と同様に その死んでる人にも感覚を当てはめて考えるみたいなんですよ。そうなので寝る時はベッドがいいからそうういやもう寝てるっていうかあれですけど <laughs> なのでベッドに行かせるらしいですよ。じゃあ最後いきたいと思います。これあれですね私もあでもこれそうかファンクラブ DVD 見てる人はあれですもんねちょっと分かっちゃうのでじゃあこれは飛ばしてじゃあこれ最後いきたいと思います。 黒塗りの床あなたは家を見つけ食を見つけ最後に家の床を黒く塗ったなぜ黒色で塗ったのかはいさあ何でしょうねあなたは家を見つけ食を見つけ最後に家の床を黒く塗ったなぜ黒で塗ったのかですさあ何ででしょうかいやーでもこれは。 あ、これはちょっとあ当たっちゃいましたね私はそう食ってはい仕事ですそう仕事ですねいやこれははいあの、当たっちゃいましたそう女子流のなんかファンクラブ DV でもあの、やったんですけど2個ぐらいまさかの正解するっていうねそう人の家だからも来てますねそれは違いますね あ、正解いましたえっ、ー、とはい人ささんんとお刺身ストトリートさんですはい、そうです結婚を分かりにくくすするためですそうなんですだからもう自分の家であれですねやっちゃう気満々ですねそう結婚を分かりにくくするために家の床を黒く塗ったんですよそうということで <laughs> ちょっと3問目にして。 はい、正解者が出ましたはーいということではい、3問やったんですけど皆さん楽しんでいただけたでしょうかいやー楽しんでいただけたら嬉しいなと思いますじゃあここでねサイコパス診断は以上となります皆さん参加してくださってありがとうございましたーあ <laughs> 黒,黒なんだとか来てますねいやでもちょっと血ってあれじゃないですかあの時間経つと黒くなるじゃないですかだからじゃないですかわかんないけど <laughs> はいじゃあということで東京女子流山部美悠の「ドリーミングブルーム」東京女子流の「君に贈るを聴いていただきながらエンディングに行きたいと思いますはい私たち東京女子流は来週10月24日25日に配信ライブがあります はい、ぜひぜひねたくさんの方に見ていただきたいなと思いますあのいろんなことを考えているので私配信ライブだからこそできる内容で今回は特にあのお届けしての行こうと、はい、リハをね絶賛やっていますのでぜひぜひ10月24日25日よろしくお願いしますそして11月28日 LINE キューブ渋谷にいて9ヶ月ぶりの有観客ライブテンサーアニバーサリーライブ「君に送るが」 はいついに11月28日に行いますいやこちらね今ファンクラブ選考があの終わってちょうどファンクラブのアスタライトの皆さんがこうねいろいろ申し込みとかねそう今あれですねあのお支払い期間ですねをやってくださってるんですけどありがとうございますはい、10月の21日からですねまた LINE 選考とかいろいろ始まりますのであのファンクラブにね入ってないアスタライトの皆さんだったりこのライブに行きたいという方は ぜひ、ね、10月21日からの,あの選考もよろしくお願いしますはい、じゃあ続いてはい、私山辺美悠 SNS もやっています t ーバー t, j p, ーーバー t j p ではそしてガールズスタイルでは詳しくは山辺美悠で検索してフォローなどよろしくお願いします そしてこちらのルーームののフォローもぜぜひひよろしししくお願いしますそしてこの番組のハッシュタグは上にある全部ひらがなでベーブルで番組の感想とかをねぜひつぶやいてくださいあ皆さんね結構あの入金してとか本当ありがとうございますたくさんコメントあって嬉しいですはいじゃあということで東京女子流山部美優のドリーミングブルームーン今夜もありがとうございました 次回は10月22日木曜日22時からの予定ですぜひよろしくお願いしますそれでは皆さんおやすみ